お、ふん、聞いてるのか？これでみんな集まったな。じゃあ行くか。待て、まだ行くのは早い。なんでだよ、あとは盗むだけなんだろ。パレスは甘く見るな、まずは準備だ。あのペルソナって力がありゃどうにでもなるだろ。それが甘く見てるってことだよ。下手したら死ぬんだぞ。パレスに行くのは準備を整えてからだ。準備？何かしないといけないの？よく聞いてくれた、アンドノ。まずは貧弱な装備をどうにかしないといけないだろうな。武器のことか？売ってそうな店なら知ってるぜ。じゃあそっちは任せた。あとはパレスで消耗した時のために薬を調達しておくか。薬？そんなのどうやって？大丈夫だ、あてはある。アンドノは楽しみに待っててくれ。こいつと我が輩はヨンチャに用がある。今日は一旦解散だ。いいから来い。我が輩だけじゃ近づけないんだよ。あのさ、実はな、話してた診療所はここだな。おい、ここまで来てやめるなよ。ご主人が話してた、まあそれしかないよな。当たって砕けるだ。入ってみるか。どうも。どうせストレスでしょ。そういうのは大体そう。とりあえず鎮痛剤でいいよね。あ、在庫。
やっぱり睡眠薬。寝るのが一番の薬だもの。甘いのと辛いの、どっちがいい？患者のくせに指定あるの？そういうことか。やっぱりあなた健康でしょ？それが見抜けないほどバカじゃない。うちの噂聞いてきたってとこ。はいはい、訳あり患者はみんなそういう。今時の高校生も大変ってわけね。いいよ、薬処方してあげる。体調回復に効くやつに限ってだけど、一応真面目そうだし面倒なさそうだから通したの。自由診療みたいなもの。私の薬オリジナルだし、病院の受付とかで売ってるの見たことない？薬事法的に医師の裁量による調剤ってとこ。体調を崩しても自己責任。それでよければいつでもどうぞ。スムーズな診察が心情なの。でも変な子だね。一体何に使う気なんだか。ま、どうでもいい。あなたが面倒を起こさない間はね。はい、どれ？それにするの？どうも。それは効くかな。はい、どうぞ。お大事に。やれやれ。よーし。モデルガンを扱っている店ならそれなりのものが手に入りそうだな。よし、続きは明日だな。帰ろうぜ。よーし。
よーし。行こうぜ。皆さん、気づいてください。この国は歪んでいます。豊かに見える日本社会ですが、たくさんの若者は恩恵を受けていません。仕事はない、保証がない、蓄えもできない。未来を担うはずの若者が未来を描けないでいるのです。演説なんて別に珍しくねえし、政治とか興味ねえだろ。じゃ俺についてこいよ。あのショップちょっと分かりにくいところにあるからな。おい、よっしゃ。そういやお前、ミリタリー系とか詳しいか？まあ、店員におすすめとか聞きゃいいな。とりあえず入ろうぜ。おすすめだ？てめえで気に入ったもん持ってきゃいいだろうが。不親切じゃね？オートマチックかリボルバー、どっちだ？オートマ？ちょ、いきなり車の話すんじゃねえよ。ここはマニアの来る店だ。ビギナーがたまると常連が嫌がる。ビギナーじゃねえし、こないだここで買ったし。覚えてねえな。こんな野郎。お前は何か欲しいもんでもあんの？うん？銀行強盗でもやんのかよ。ちげえよ。見た目の話だ。見た目の。してやんなら最初に言え。一応注意事項だ。人には向けないこと。運搬時にはカバンに入れること。札の世話にだけはなるな。ミリアの偏見が高まると迷惑だからな。奇遇だな。俺もだよ。まあよく見りゃモデルガンとわかんだが、本物は重厚感が違え。そのうちいいもん拝ませてやるよ。お前にその気があればな。今はビギナー向けだ。待ってろ、見繕ってやる。よし、やったな。かっこいいやつ買おうぜ。ジャキーンみたいなの。俺の金渡しとくから、いいの頼んだぜ。そうか。よし、どれにすんだ？あ、それか。いたずらに使うんじゃねえぞ。それにすんのか、気に入ったか。
よし、どれにすんだ。あ、それか、どうだ。お、それ気に入ったか。よし、どれにすんだ。お、どれにすんだ。壊すんじゃねえぞ。お、あ、どうだ。よし、どれにすんだ。それ、いたずらに使うんじゃねえぞ。お、あ、壊すんじゃねえぞ。そうか。よし、どれにすんだ。また来い。じゃあな。マスター、知ってるかい？先日の地下鉄事故も車掌が異常な言動をしていたってね。精神がどうのとか騒いでるやつ。ああ、何でも人格そのものが変わってしまうんだってさ。まるで心を盗まれたようだって。そんなバカな話あるわけないだろ。あれけど、そろそろ閉店だ。ご挨拶だな。だから客が寄りつかないんだよ。味は悪くないのに。店がこれじゃせっかくの豆が泣いてるぜ。毎度どうも。またのご来店心より待ってるよ。やれやれ、親切で言ってやってんのに。ごちそうさん。ったく、めんどくせえな。あ、なんだ、今なら皿の一枚でも洗え。ほっとけ。店さえ潰れなきゃいいんだよ。愛想笑いしてまでやる気なんざないからな。さあどうだかな。生きていけないかもな。ここにいる限りみんなが放っておいてくれる。煩わしい話もめんどくせえつながりもない隠れ家みたいなもんだ。なくなってもらっちゃ困るが、それはそっちも同じだろう。だからお前も少しは役に立て。俺はもうわかる。面倒ごとだけは起こすなよ。これでひとまずパレスに行く準備は整ったな。次は潜入道具だ。奥に机あるだろ。それ使えるように片付けてくれ。その机だ。早く片付けてくれ。そんなこと言わずに頼むよ。潜入道具の作り方を教えるから。そんこれで好きな時にいつでも作れるぞ。今回は我が輩が材料を提供してやる。難しく考えるな。習うより慣れろだ。最初はみんな不器用なんだ。
うまくいかなくても落ち込むなよ。これなら使えそうだな。これで準備は整ったな。明日からいよいよパレスだ。今日はもう寝るぞ。おはよう。ほら、急いで教室に行けよ。おはよう。もうじき退学だってのに、殊勝なことだ。はい、じゃあホームルームおしまい。君、ちょっといい？確認したいことがあるだけ。すぐ済むから。早速今朝の件を進めてくれているようで助かりますよ、川上先生。どうも。なんだ吉沢、こいつと知り合いなのか？はい、前に助けてもらったので。やめておいた方がいい。君の輝かしい未来に傷がつく。さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる。その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って。いいですかね、指導室入らせてもらって。おっと、すみません。では我々はもう行きましょう。指導の邪魔をするわけにはいきませんから。失礼します。入って。単刀直入に聞くけど、鴨志田先生と何かあった？さっきのこともあるけど、ちょっとね。今朝お小言もらっちゃったの。君の名前出されてね、監督冬木届きとかなんとか。あんまり詮索とかはしたくないけど、騒ぎを起こすような真似はやめておきなさいよ。あ、それとさっきの女子、ちょっかいとか出してないよね？そうね、坂本くんとも付き合いあるみたいだし、鴨志田先生にも目をつけられてる。それに吉沢さんも。君ってもしかして体育会系の人に縁があったりする？ごめん、冗談。話おしまい。戻っていいよ。